バイデンが勝ってるでしょ。トランプ負けた。で、トランプはね、実は、まあ、日本に、アメリカ、劣悪農産物の輸入してまって、まあ、輸入したわね。で、ただね、まあ、昔の大阪の、大阪商人が、日本の全国の大名のお米を買ってあげてたみたいな感じ。そのお米を使い物なら、ことない。備蓄多すぎて。アメリカ劣悪農産物と違って。もう大阪の備蓄多すぎて、大阪城もあふれ、岩清水もあふれ。置く場所あれへんから、門間守口ついた矢を、まあ、平野、まあ、まあ、要するに、河内、まあ、河内湖があったあたりにいっぱい、もうただみたいに下ろしたみたいな感じ。ただやったかもしれん、時も。あれ、金、儲てたかもしれん、逆に、門間守口は。金くれや、そんな引き取らない。で、金儲てしかも引き取って。で、それ肥料にしてる。だから、商品作物めっちゃ早いんですね、丸口だと、門間蓮子。水田の区割りのな。で、まあ、アメリカのコンスタジオもそんな風に買ってやって、トランプが言うから、うちもだいぶ前にその話リークしてたし、なるほどって分かったんじゃ、この件は。そうやって徳川は幕末政治維持できたんか。第二は大阪商人作って手なずけ取ったんか。しかも銀で買って、金では買わった。なるほどなって分かったんじゃ。で、アメリカにとって銀の日本のお金からたまらんよ。しかし、あと、モンサント種子法ってあるの？そんな種でしょ？そんなセコ商売、セコビッチ商売が飽きるって。もうアメリカ終わりやん。税収ないから、モンサントセコビッチ商法。で、コーンスターチ買ってみたいな。原産地にアメリカのしょうもな果物を売るみたいなこともやっと中東のかな？果物の産地を。なんでアメリカの劣悪果汁飲まなあかんの？な？そんだけアメリカ困ってんの、経済。平坦壊れてる。そうやねん。まあ、マッカーサーが日本の平坦を崩した有名な話あるけど、その後も戦争続いとったって経済の形で。で、杉原さんは憲法体制を敷いて、アメリカの平坦を崩していって、田中角栄を使って崩させる。アメリカの平坦を消滅して、実は他の国と経済戦争する平坦はもうないから、劣悪農産物輸出、劣悪果汁、商売。そして、しょうもない食品売りつけるマクドナルドなどの、まあ、劣悪食品、添加物。まあね、モンサント種子法で。種の管理、種の、要するに、セコビッチ。種苗法より最低の、セコビッチモンサント。何か困ってるから、悪のふりしてんの。もっと悪のふりせんのバレるわって。日本の税金くせ、年金くせって。武器買い、戦闘機買い、うらアメリカこんなのあるやぞ。実はお金ないの、だから悪のぼり。やねん、アメリカ。じゃあ、どこが税収あるの？もう、ゴーストタウンばっかりアメリカ。それか、荒れた田舎。で、まだただ生産性あるとかあるの。そこでバイデンが勝ってん、実は。そこしか勝ててへんねん、バイデン。で、いや、そこ商売できんのって、うん、アメリカに。お後がよろしいよ、俺は。アメリカの生産力ある時点で、アメリカ相手の商売しかできてへんねん。アメリカ合衆国終わった。理由、平坦の壊滅。補給戦失敗しよったん、アメリカ。